夏休み特別企画として米林監督のインタビューをお送りしています。昨日はですね、ジブリ入社して自分のあだ名がついた時の話とかしてましたけれども、そこで出してた筆文字、これみんなこのために鈴木さんが書いてくれた文字だったそうです。今日はどんなお話が出るでしょうか。今日は第2日目です。原作について、キャラクターとか舞台設定について、それから監督してこだわっていることについてお送りします。今回のこの作品には、原作がありまして、床下の小人たち、イギリスの児童文学作家のメアリー・ノートさんが書かれた、物語なんですけれども、これは35年前に宮崎監督がのアニメーション化しようとしたんだけど、叶わなかったという経緯がありまして、今回この作品を映画化することになりました。この床下の小人たちなんですけれども、この人たちは仮暮らしというふうにの原作の中で出てくるんですけれども、床下で暮らしていて、上の住人のものをちょっとずつ借りてきて、自分の生活の中にこう取り入れている。角砂糖を取ってきて、それをお茶に入れたり、また別のものをちょっと借りてきて、何かを作ったりとか、そういうふうに自分たちで創意工夫をして、生活している。そういう、自分たちで工夫 しながら生活をしているということが、今現代のいろんなものが簡単に手に入れられる世の中で、魅力的に感じられるんじゃないかということで、原作だと、舞台はイギリス、100年前のイギリスなんですけれども、それを今回の作品では現代の日本に置き換えまして、原作ではなかった小人の少女と男の子のラブストーリーとか、そういうところを膨らませて面白い映画にしていけたらいいなと思っています。今回脚本を宮崎さんと丹羽恵子さんが、書いてくれたんですけれども、この脚本がとても面白くて、これはいい作品にしたいなというふうに、思いました。登場人物が、床上の、人たちが3人で、床下の小人たちが3人と、基本的に6人だけしか出てこないということで、キャラクターが少なくて、あと場所がその小人が住んでいる床下とその家と庭と、そこだけが舞台なんですけれども、そこの中で活躍している人たちを限られた人数と限られた場所の中で、物語は展開していくんですけれども、そんな中で、それぞれのキャラクターが個性を持って、生き生きと動いてくれたらいいなと思ってキャラクター設計をしました。まず小さい人っていうのをこういかに絵物語というか、そういうものじゃなくてリアリティを持って描くかというところが課題なんだったんですけれども、原作などもそこは面白いんですけど、小人だからといって特別な魔法を持っているとか特別な能力を持っているとか、そういう人たちじゃないんですね。サイズが
10センチぐらい小さいというだけで、至って普通に生活している、ね、そういう人たちをいかにこうリアリティを持って想像できるかなと思って、こういろいろ考えたら、この手のひらの上にこう乗ってたら暖かいのかなとか、こんな絵を描いてみたり、小さい世界から世界を見たらどういうふうに見えるんだろうとかね、こういうイメージイラストを最初の頃にいろいろ描いたんですけれども、そんな中でこうどうしてもアリエッティのキャラクター主役なんですけど、どういう子なのかっていうのがなかなかつかめなくて、すごい苦労したんですけれども、ある時この、キャラクターがね、なかなか個性を持ってこなかったんですけど、何かもうワンポイント付け足せば、うまくいくんじゃないかなと思って思いついたのが、この頭に洗濯バサミを挟んで髪の毛をアップにして止めているという、この絵が描けた時に、ああリエティがこれでいけるんじゃないかなと思って、これを宮崎さんに見せた時にすごく気に入ってくれて、あ、これでいけるんじゃないかなと思って、そこで初めての物語というか、のアリエッティ像がようやくスタートしていけそうかなというふうに思いました。そういう意味でこのデザインを最初に思いついた時は一つの大きい一歩だったんじゃないかなと思うんですけれども、でここからやっぱり物語を進めていくと、やっぱりこの要素だけじゃなくって、やっぱりその妖精としての要素も欲しいなあとかいうふうに思いまして、これはアリエッティが髪の毛を下ろしたバージョンなんですけれども、全然イメージを変えてみたんですけれども、こちらはちょっと子供っぽくて快活な女の子で、髪の毛をいざ仮暮らしに出発するときに髪の毛をさっとこう束ねて、コスチュームも変えたり、そういうことをすることによって、少ない登場人物の中で一人一人のキャラクターのいろんな面を見せていきたいと思っていたのが、こういうふうな形で同じ人物だけれどもいろんな面があるってところが見せていけたらいいなというふうな形で、キャラクターを設計をしています。この作品は、アリエッティのお話なんですけれども、まずこのアリエッティが魅力的に描かれなければいけない、この人たちは、これは言ってなかったな、人間に見つかっちゃいけないんです。人間に見つかってしまうと追い出されてしまったり、こう捕まえられてこうひどい目に遭ったりするというのでね、人間に見つからないようにこっそりと生活している、そういう中でアリエッティという女の子はいろんなところに冒険に行きたくなる、そういう、私はどんどん行くわとかね、そういう感じの女の子なので、そのタブーをちょっと超えてしまって、男の子
と出会ってしまう。その男の子というのはこの舞台となる屋敷なんですけど、ここに短い期間だけこう滞在することになった男の子なんですけど、その子と出会ってしまう。でアリエッティとは全く違うキャラクターの男の子に出会って、ここでアリエッティはこうびっくりしてしまうわけなんですけれども、この2人のキャラクターがうまくいけばこの作品はうまくいくかなというふうに思ってて、そのこの2人の造形をまず重点的に考えました。この少年がアリエッティとともに、この物語の、主人公だと言ってもいいと思うんですけど、この2人の、アリエッティとともに行動する男の子、翔くんです。彼は、病気がちで家庭的にも恵まれていない、で心に傷を持っている。そういうアリエッティは床下に住んでいるんだけれども温かい家庭がある。翔くんはそういうものがない。この二人が出会うことによって、この翔くんの心が解放していくような、そういうお話になったらいいかなと思ってたんですけれども、この二人がもうサイズが全然違う。彼女は10センチの小さい人、翔くんは普通の12歳の子供、アリエッティは14歳の女の子。すごく小さいんだけども自分より年上のお姉さんってところもこの物語の面白いところだと思うんですけれども、